こんにちは、りょうです。 えー、今日はね、学長は幼少期どんな教育を受けてきたのかってことについて話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました、えー。学長は幼少期どのような教育を受けて今の考えに至ったのでしょうか。自分の子供の教育の参考にしたいので教えてくださいってことでね、えー、非常にたくさんいただく質問なんですよね。えー、周りのね、えー、親の方とかね、パパ、ママから結構いただく質問なんで、えー、話をねしていきたいかなと思います。で、学長のね、僕の教育課程なんですけども、えー、皆さんの想像通りですかね、えー、小学校時代から 私立のインターナショナルスクールに通わせてもらってね。で、高校卒業後、アメリカの大学に渡って、えー、留学と。で、在学中に MBA を取得してね、一流ベンチャー企業でインターンに行って、えー、その後ね、起業、えー、したわけでもなんでもないんですよね。は <laughs> いい加減騙されない人いますかね <laughs> で。で、えー、僕自身は普通に高校卒業ね、高卒で、えー、ですし、大学行ってないしね。で小中高一貫して、えー、公立なんですよね。で、なんなら塾にも行ってないと。で、 お金がなくって、まあ、高校時代に起業したんですよね。まあ、お金が欲しくてね、えー、起業したんですけど、その辺の話はね、まあ、少し学長が学生時代に稼いだ方法っていう動画で過去にね、話してるんで、まあ、参考にしてほしいかなと。えー、それからね、えー、学長自身ね、僕自身幼少期に、 親ね特に父親の方からこういう教育方針って結構よく話をしてきてもらったんですね伝えられてきたんですよだから、えー、その辺も含めてね解説していきたいなとこれが正解ってわけじゃないんでねあくまで、えー、うちの家の話ってことで、まあ、参考になればなということでで結論なんですけどうちがどういう、えー、教育方針だったかっていうとこの、まあ、5つぐらいですかね大きくよく言われた言葉ですね まず子供に物を与えすぎないってことですね。それから親が口を出しすぎないと。問題を解決してあげないってことですね。でそれからたくさん会話をすると。で、何か得意を一緒に探してあげるっていうかね、一緒に遊びもするというか。で、何でも自分でやってみて、実際体験させるってことですね。この辺がよく言われた話というかね、実際してもらったことかなと思います。もう少しね、詳しく解説していきます。僕はね、三兄弟の末っ子なんですよね。兄弟いるのかかって聞れ 兄は、今はね、IT 系の個人事業なんですけど、もともと大手でね、えー、サラリーマンやってて、まあ、どっちかって兄はちょっとお金を使っちゃう人なんですよね。なかなか財布の紐が緩い人っていうかね、えー、それから姉は大手企業の OL やっててね、えー、財布の紐はしっかりしてるんですけどね、投資とかお金の勉強は苦手っていうね、まあ、そういう兄弟なんですよね。えー、まあ、全員結婚してるんですけど、えー、で まあそういうね、兄とか姉を見て、で、育ったんですけど、家自体は家計はね、自営業の家計なんですよ、どっちかといえば、父は、父親は小さな町工場をやっててね、車の修理屋さんなんですよね。で、母親はね、でいろんなところに勤めたりとか、うちの会社を手伝ったりとか、父親の会社を手伝ったりとか、いろんなことしてくれてるんですけどね、まあ、母親がなんか一番能力高いかなって、個人的には思ってるんですけどね、経営者やったらよかったんじゃないかなって、僕は個人的には思ってるんですけど。 まあそういう、まあ、家なんですけど、教育方針っていうものについては、本当にね、よく伝えてもらってたんですよ。えー、こっちからね、お前の教育方針はこういう風にするとかね、えー、こういう風にしてるみたいなのを伝えてくれてるんですね、大筋っていうかね。まあだから分かりやすかったというか、結構ね、子供ながらにね、小学校の時とかからでも普通にこういう話はされたんですけど、割とシンプルな考えの父親で、えー、非常にね、シンプルというかもう単純なんですよね。まあ子供目線っていうかね、幼いところもたくさんあるんですけど、だけど、 あの物事をシンプルに伝えるっていうのはすごく上手ですね。本質を捉えたりとかねするっていうのはすごく、えー、上手ですね。まあ、数々のね、えー、名言迷う方の名言も残すんですけどあの本当に、えー、ストレートに、まあ、物を伝えたりとか、えー、物事をシンプルに伝えるっていうのはなかなか上手だなって勘どころを掴むのは割とね、えー、上手な人かなと思ってました。で小さい時とかもテレビを見ながら、えー、ジュースがね 原価10円とかいう話とかが、まあ、いろんなニュース番組とか、いろんな,もなんか番組特集とかをよく見てたんですけど、えー、ジュースが原価10円とか、これはね、マクドナルドだったか何か忘れたんですけど、えー、デフレの時代みたいな特集とかをやっててね、すごく物の値段がどんどん安くなっていってる特集とかを結構やってたんですよね。えー、で、ジュースとかは原価10円とか、まあね、例えば10円ってことで出てて、ああ、じゃあ100円で買ってるジュースが原価10円かみたいなね、すごい、えー、僕がね、小さい時に、うわ、ジュースそんな安いんだ、原価って言ったらとかね、そういう話をつぶやいてたら、まあ父 父親がね原価っていうのはもう全部そういうもんやとそんなもんやとじゃあなぜ売る時に100円になる10倍の値段になるのかってなると思うみたいなねことを結構質問してきたりとか。 僕がね、何気ない、本当に小さい時ですけど、なんで物の値段が上がったり下がったりするのかなって、これも小学校の時だったと思うんですけど、そういう話をしたりした時にね、結構ね、答えてくれてというか、一緒にね、これは需要と供給とかね、大きくは需要と供給で決まるんだよとかね、欲しい人がたくさんいたら物の値段は上がるし、たくさんえいらないっていう人が増えるというか、なかなか買ってくれなかったら物の値段っていうのは下がるんだよ、需要と供給っていうので、だいぶね、大部分は説明できるよとか、インフレとかデフレとかいう話が出る時とかとかね、もしくは人 買いすれば買いするほど高くなるんだよみたいなな話をなぜそうなのかっていうのを結構ね分かりやすくシンプルに解説してくれたりとか普通にね、えー、しましたね。とか、えー、なんかねこう自然の番組とかを見ててサバンナでね動物が結構見るの好きだったんで動物がもう動物ライオンとか襲ってるじゃないですか。えー、そういう映像とか見てね、えー、小さい時の、えー、僕はうわかわいそうとか言ってね言う話とかを言ってたら、えー、父がね、えー、いやいや人間の方がね実は残酷なことをするんやでと。動物っていうのは自分が ちゃんと自分で食べる分だけを殺すとでも人間はお腹がいっぱいやのに動物を殺したりとかね、えー、なんなら人も殺すっていうのは人間が一番残酷なことをするんだよとかね結構こう小さい、えー、子供相手に何、えー、ていうことを言うんだろうみたいなね。 まあまあ難しいテーマの話とかね。まあ政治の番組を見て話をしたりとかね。えー、時代の流れについてとか。父親が、やっぱり、えー、俺らが車の仕事に就いた時っていうのは、あの、車の、これからは車の時代だと。で、100年続くって言われてたと。でも今はだんだんダメになってきてるってね。えー、これをやってれば一生食えるって言われて、確かに、えー、死ぬぐらいまでは食えるのかもしれないけど、ってね、えー。次の時代はもっと別の時代になるかなとかってね。えー、時代の流れが早くなってるとかね、えー。産業ってのは移り変わるものだから、今流行ってる産業でも、 ダメになる時っていうのはどんな産業でも来るんだよとか歴史がそういう風に証明してるみたいなねそういう話とかも結構してくれてこれはまあ投資とかねそういうものでも未だに通じてる部分ですかね。 お金を稼ぐってことについてとかねじゃあお金を稼ぐっていう方法はどんな方法があるかお小遣いをどうしたら増やせるのかっていうね、えー、そういうテーマとかで話をしたりねお小遣いを稼ぐ増やす方法はどうかみたいなねもっとお願いするみたいなねことも考えるわけですねそういうこととかもいろいろ考えもう少し後で話しますけどとか、えー、じゃあトラックの運転っていうのはしたら仮にいくらもらえるのかとかこの職業に就いたらこのぐらいの給料っていうのがもらえるとかね、えー、そういう結構話とかをしましたねどのぐらいもらえるのかっていうのはイメージ 湧きやすすくて良かったですよね、まあ、深いことから単純なテーマまで本当にね、えー、いろんな話をしてきたんですけどで最初の結論で話したようにね父の教育方針なんですけどこのまあ大きくこの5つぐらいなんですよね。 えー、よく言われましたね、えー、これは兄の時に思ったそうなんですけどやっぱり長男長女ってねやっぱり可いいんですよね親1人目1人目の男の子で1人目の今度女の子ってのはもうやっぱりものすごく可愛いわけですよねでやっぱり何かが欲しいっていうと子供が言うとねもうすぐ与えちゃうすぐ買っちゃうわけですよねあれが欲しいおもちゃ欲しいこれが欲しいってやっぱすぐ与えちゃうと、えー、でもこれをすると、えー、上を見てて2つの能力が失われやすいっていうね話をしてだから、えー、お前の時はこれを変えたんだみたいなね、えー まず、打たれ弱くなると、えー、壁にぶつかったときにすぐへこたれてしまうと、何でもかんでも親がいいよ、いいよ、いいよって言ってね、全部叶えてあげてると、やっぱりガッツがなくなるっていうか、こう打たれ弱くなると、社会に出て壁に当たったときとか、えー、いろんなことが当たったときに自分でね、すぐへこんでしまって、えー、打たれ弱くなってしまうと、それから自分で、まあ、餌を取る能力が身につかないと、要は自分で解決する能力が身につかないっていうことですよね。えーまあ、お金にしても、親が与え続けると、 人から借りるとか、親に助けてもらう、頼るみたいなね、そういう方法を一番に選ぶ、それしか知らなくなってしまうと。だから、こうやってね、欲しいものを与えるんじゃなくて、僕自身にはね、学長には、与えないようにしたと、お前には、だから物を与えないようにしたっていうところまで全部言われててね、1回、2回言ってきても必ずダメって言われるって言ってね。でもやっぱりね、親にそのダメって言われると、子供としてはダメなんだって思っちゃいますよね。もう1回なかなかね、それはもう優しいお父さんとか家庭もいっぱいあると 思うんでねあのいろんなパターンがあると思うんですけどうちは結構父親は怖かったんであのダメって言われるとやっぱり駄目なんだって思っちゃいますよね怒ったらやっぱり親怖いですからね。えー、で えー、父曰くね、えー、本当に欲しいものなんだったら、2回でも3回でもやっぱり、えー、怒られてもってか、断れても頼んでくると。それが本当に欲しいものなんだと。1回言ったぐらいでそこでへこたれるぐらいなんだったら、その程度しか欲しくなかったものなんだということですよね、えー。で、それぐらいの方が手に入れた時の感動も大きいしね。まあ、そのぐらいの、えー、そういう感じで言ってたみたいなんですけど、まあ、こういうところまで言われてたんですよ。でもね、子供ってこう2回、3回言いに行ったら大丈夫なんだって思うところなんですけど、まあ、うちの父親の場合は、やっぱりね、そこについては、 え怖かったんでね、あのー、怖いのはまあ親父のねげんこつっていうので、ね「雷と」ってってまあなんか言いましたよねとかって怖かったんでやっぱり言いに行きづらいということですね。 1>, 1回じゃダメだってなかなかね言いに行くづらいと。で、父の誤算だったみたいなんですけど、上記のくらいの感覚だったらしいんですよね。まあ本当に欲しいものだったら2回でも3回でも頼んでくるだろうっていうくらいの感覚でそれをやってたらしいんですけど、えー、ものを、物とか答えを与えないっていう方が子供は自分で考えて自分で解決することに気づいたっていうのは、えー、僕に対しても後半でね、えー、これはまあ僕の時にそう思ったって言ってたんですけど、えー、そういうことに気づいたらしいですね。例えばどういうことかっていうと、どういう という言えば、ね、提案は通るのかってことですよどうすればえ首を縦、ね、に振ってもらえるのか、イエスを引き出せるのかってことですよね。子供ながらにやっぱ考えるわけですよ。えー、父親がどうやったらこれを OK って言ってくれただただ3回言いに行く、例えば機嫌のいい時に言いに行くとかね、えー、言い方とかね。 ああそういえば、言い方とかもね、そういう話とかされましたね。その言い方だったら、えー、通りにくいよとかね。えー、例えば、えー、こんなんダメ、ダメやんな、みたいなことを聞きに行くと、そうやって聞いちゃうと、やっぱりダメって言われちゃうから、って言って、そうじゃなくて、えー、こうやって言うんだよ、みたいなね。こうしていいかってね。こうしていいかなって、こうやってしたいとか言って、自分はどうしたいのかってね。こういうことがしたいんだけど、どうかなとかね。えー、まあ、そういうふうに、えー、聞きに行くとかね。聞き方とかでも、ちょっと悪い方の聞き方をもう忘れちゃったんですけど、えー、その聞き方をして人にしたら、みんな、えー、ダメとか、ね ねえー、言われちゃうから、えー、こういう風に言うんだよとかってね、えー、結構そういうので「はいやり直し」みたいなね、えー、じゃあこうしていいって聞いたら「OK ーー」みたいなね、えー、とかされましたりしましまたかね、まあ、どうしたらそういうのを考えるようになるんですよねとか何かお金を稼ぐ方法はないかっていうのを子供がね考えるようになると、えー、例えばおもちゃが欲しいとかね、えー、なったらうーんでも親は買ってくれないダメって言われるとかってなったらもう、まあ、これ僕自身の経験ですけどずっと考えたわけですよね、まあ、ゲームだったと思うんですけど欲しくてね でも買ってもらえないとい、なかなかね。えー、なんで、うん、どうしたらいいかなって、そういえば親戚のおじさんいたなと思って、なんかこう、手伝いに行ったらなんかちょっともらえるかなとかってね、えー、だから親戚のおじさんのところに行ってね、えー、瓶のね、仕事をしてたんで、なんか瓶の仕分けの仕事とかがあったんで、えー、工場にね、 瓶の仕分けをこう手伝いに行ったりとかね。お小遣いもらえたんですね。そういう時、1時間500円ぐらいとかもらえたんですかね。えー、だからまあ、時間労働をまあ、ここで覚えるってことですよね。で、そうやって考えるんですけど、もっと稼ぐにはって考えるわけですよね。そうなってきた時に。結局、ゲーム機って当時、今よりもですかね、やっぱ高かったん、ね、で、3万円とかね、4万円とか、えー、必要だったんですよね。本体とかだったら、ソフトだったら1本1万円ぐらいしましたよね。で、ゲーム機を買おうとすると、本当にね、高いと。時給500円だったら、やっぱ60時間働かないといけないってことですよね。だから、 えー、60時間って言ってもねなかなか長いわけですよね。でどうしたらいいかなとかで,で、まあ、父のヒントですよね。まあ、これは別にこれに対してのヒントを与えてくれたというわけじゃないんですけどいろんな話をしてくれた中でね。 でえー、父はね、昔、あの山にこう鳥かなんかを取るバイトというか、事、えー、業かちょっと分からないですけど、バイトをしてたみたいでね、鳥を取りに行くんですよね。えー、罠を仕掛けてねで、鳥屋さんに売りに行くと、えー、なんか目白とかって言ってましたからね、なんかちょっとどの鳥か忘れたんですけど、えーで、お小遣いがもうちょっと金額忘れちゃったんですけど、お小遣いが例えば1日5円とか親からもらえたらしいんですよね。えー、そういう時に いい鳥とかを、えー、捕まえたりとか、なんかその駆除か、えー、もしくは、えー、なんか綺麗な鳴き声なくのる、なんかいろんなパターンがあったらしいんですけど、えー、そういうふうにやると、1匹100円とか50円とかね、なんかもらえるらしいんですよね。だから、1日5円の時に、えー、お小遣いだったら1日5円の時に、こうやってね、事業というか、 えー、なんかいろんなことをやるとね、えー、こういうふうに時間単価っていうのはぐんと伸びるんだみたいなね、そういうことを、えー、教えてもらいましたね。なんでまあヒントにはいろんなこう稼ぎ方のヒント、えー、思考法でですかね、えー、ヒントにはなりましたね。で、えー、他にもね、売れるものはないかとかね、実際子供の時考えるわけですね。ゲームが欲しい、何々が欲しいってなったら何か自分の持ってるもので売れるものないかなとか、まあ、過去にや,やった、勝ったゲームソフトですけど、やらなくなったゲームソフトが売れるっていうのをね、えー、考えたりとかね。えー、それで リセールを学んだってことですね。まあ、親が一緒に行かないと、えー、その当時ね、買い取ってくれないですけど、でもこの時リセールを学ぶわけですね。実際物を売るわけで。えー、人気商品っていうのは、えー、高く売れるとか、あの人気がないっていうものは同じ1万円で買ったソフトなのにこんなに値下がりが激しいんだとかね、そういうことを体で覚えるわけですね。えー、とか、えー、過去に他の動画でも話したんですけど、塾に行かせてもらえなかったんですよね。僕ね、えー、勉強がしたいって言ってね、塾に行きたいって言っ,て、えー、言ったらね、ダメって言われてね、えー、無理みたいな。えー、これは 与えない後から聞いたら、与えないというよりは、行かせてあげれなかったらしいです。さすがに勉強したいという子供の、まあ、やつはね、えー、今まで散々言ってる中で、塾にわざわざ子供が行きたいって言ってきたからね、やっぱり勉強はさせてあげたいっていうので、思いはあったらしいんですけど、その当時やっぱり授業がなかなかうまくいってなかったりとか、えー、厳しい時代だったんで、時期だったんでね。 えー、行かせてあげれなかったらしいんですね。お金の問題でね。えー、で、えー、父がね、でもそうしたら自分で勉強するようになったって言ってね、あの子供は考えるわけですよ、えー。どうしたらいいかって、これ僕自身の話ですけど、どうしたらいいか考えたんですよ。やっぱり塾に行って、あの点数いいのをね、点数取るために塾に行かないといけないみたいな思ってたんですけど、えー、勉強をもうちょっとしたい、どうしたらいいか授業だけじゃ足りないわけですね。でも自習したいんだけども、その自習で勉強の仕方がわからないわけですよね、えー。だからどうしたらいいか、塾には行けない。 じゃあ。 放課後先生に教えてもらおうと思って、で、職員室にね、もう毎日毎日先生のところ行ったんですよね。えー、ここが分からへんかったから教えてくださいって言ってね、行ったら、まあちょうど、そのそのもちろんタダだしね、えー、で、放課後先生に教えてもらってたら、まあ先生も人間じゃないですか。えー、だから、あの内心評価のところでありますね。意欲態度みたいなところありますよね。通信簿とかね、えー、ところで。まあそういうところでいい評価つけてくれたりとかね。まあ結果的にタダで教えてもらえるしね、やっぱり先生人間なんです。テストにこれが出るとまでは言わなくても、この辺 ちょっっっととよよくやっときややきみたいなねねぱ言わわれるわけですよ、ねえー、そういうのでああなるほどと大人の世界っていうのはここまでは言えへんけどこういう言い方で伝えてくれるのかとか、まあ、いろんな学びがあるわけですよね。 でまあそういうのとかしたりとかね、まあそうやって解決をこうしていけたんですね、自分の中では。だから、も、ま、の、あ、を与えすぎないっていうことですよね、ここが大切っていうのはすごく言ってましたね。それから、あ似てるんですけど、口を出しすぎないと、問題を解決してあげないってことですね、親がね。親っていうのは、親っていう漢字のね、えー、字の通りなんだよと。えー、木の上に立ってみとくって書いて、親って書くじゃないですか。でね 日書いて、立つっていうも、ね、漢字書いて、見るって書いて、これで親っていう漢字になると、えー。だからほったらかすわけでもないんだと。完全に子供をほったらかすということでもなく、か、えー、いすぎるわけでもなく、えー、少し、ね、離れたところで、えー、見ておいてあげるっていうかね、えー、その方が子供は育つっていうのはよく言ってましたね、えー。これは物と一緒で、親っていうのは子供の問題をやっぱ解決してあげたいんですよね。子供に転んでほしくないとか、みんなそうだと思うんですよ。やっぱりがってるのを見ると可哀想じゃないですか。 だから障害を取り除いてあげたいっていうかね。えー、でもやっぱりそれをほっとくと、愛してるがゆえにほっとくってことですね。転ばないとやっぱり分からないこともあるしね。もちろんね、えー、小さい子供で、えー、そこ行ったら致命傷になっちゃうと、それはもう守ってあげないといけないけども、えー、やっぱりね。 ある程度、ちょっと痛みが伴っても、やっぱり自分自身で失敗を自分でさせるってことですよね。そこも含めて見守ってあげるっていう優しさですよね。この親が問題を全部解決してあげると、自分で解決する力が伸びないとかね、危険なことがわからないとかね、失敗ってのがわからなくなって、そこから戻る方法ってのもわからなくなっちゃうと、考える力を養うってうことですよね。お腹が減ったら自分でどうにかね、動物でもどうにかしようとするんだから人間にはそういう力が備わってるってのもね、よく言ってましたね。 それから、何か得意を一緒に探してあげるみたいなね、親はそれがまあ一つ仕事じゃないかな、みたいなことを言ってましたね。まあ、ゼロを一にしてあげるっていうか、例えば、いじめの問題とかでね、自殺してしまった小学生とか中学生の子とかいたじゃないですか。そういうニュースとかを見たときに、父がね、言ってたのは、人間ね、誰でも一つ一つ、一つ二つ、やっぱり逃げ道っていうのがないとあかんと、全部え追い詰められてしまって、逃げ場っていうのがなかった、学校で彼にいじめられたとしても、やっぱり家であったりとか。 もしくは趣味であったりとか、まあなんか習い事とかでもいいしね、なんか逃げ道があったらそういうことになりにくいんやけども、やっぱり全部八歩子供っていうのは狭い世界少ないコミュニティの中で生きてるから、特に、えー、家庭とかね、学校が全てなんでね、だから、えー、そこ,この逃げ道がなくなってしまうと、やっぱりああいう風になってしまうと、えー、だからそれはすごく悲しいことですからね、だから逃げ道っていうのをやっぱりね、用意しといてあげなあかんと。だから逃げ道っていうのは何かって言ったら、やっぱりその子のね、好きなものとかことですよね。えー、学校とか家でもね、その子の 得意っていうのを、えーまあ、どこで見つけてきてくれてもいいんだけどその子の得意っていうのを探してあげれたらねあとはもうほっといても自分の好きなこと夢中になるようなことっていうのを探してあげたら、まあ、あとは勝手にほっといてもやるとなんでまあ得意を伸ばしていけばご飯ぐらいは、えー、別に食べれるようになるっていうね何でも一個集中してね伸ばしていけばご飯ぐらいは食べれるだろうみたいなねまあそう言って逃げ道にもなるってそういうことを言ってましたね で、えー、小さいときは一緒に遊ぶと。まあ、釣りしたりとかね、キャッチボールしたりとか、まあ、いろんなことを実際一緒に体験して、えー、探していってあげると。まあそういうことですよね。で、えー、たくさん会話もすると、えー。本当にね、よく話したんですよ。テーマは本当にいろいろですけどねあの、父からの問いかけみたいなとか、対話とかなんですけど、今覚えてるものって言ったらね、えー、ちょっと出してみたんですけど、本当に小さいときですよ。小学生ぐらいのときとかですけど、例えばね、お金と時間と愛情、お前はどれを優先するかとかね、えー、聞かれたんですよ。えー、じゃあ愛情かなとか言って一番でね、子供の子はやっぱり。 やっっかかなとか言って言ったらじゃあ愛情だけあってお金と時間がなかったらどうすんねんみたいなねお金がなかったらご飯食べられへんわけ今日のご飯、えー、食べられへんわけじゃあどうするみたいなのとかね、えー、聞かれたりとか じゃあパンを今一つ持ってると、えー。で、お腹は減ってると。えー、友達がね、二人いると。じゃあ一体お前はどうするのかとかって聞かれて、まあなんか質問です。まあ、テーマですよね。別に答えないんですけど。えー、じゃあまあみんなで分けるかなとか言って、まあそれはすごく尊いことだねと。えー、でも、じゃあねって言って、死にかけてたらみたいなね、えー。自分がこれを食べないと死んじゃうってなったらどうするかとかね、えー。本当にね、戦争、世界の戦争ってなぜなくならないのかとか、えー、死後の世界はあるのかとか、本当にね、えー、単純な話から深いテーマまでいろいろ話した でこれって答えないじゃないですか、えー、答えないしこれ話し合ってどうなんねんっていう話なんですけど答えはないけど考える種ですよね、えー、世の中には白とか黒ではっきりつかへんってこともあるんだよと、えー、だからまあそういうのを 考えていくってことが、まあ、すごく大切っていうかね。まあ、そういうことも、えー、学びましたね。えー、それから何でも自分でやってみて体験させるってことですね。自分でやったことじゃないとわからないと。人間、いいことも悪いことも自分でやっぱり体験したことじゃないとわからないと。だから何でも一旦、えー、自分でやってみなさいということですね。まあ、例えば喧嘩と喧嘩をやってみなさいって言われたわけじゃないんですけど、えー、それはね、やっぱり人をたた、 叩いたら痛いし、叩かれた方も当然痛いし、叩いた側も痛いんだと、えー、とかね、大人になってからの喧嘩っていうのは良くないと、これなんでかって言ったら相手を大けがさせてしまうからだと自分が力強いからね。で、加減っていうのがやっぱり分からなかったら、えー、相手をね、大けがさせてしまうしと、喧嘩にまあ限らずね。えー、でも、小さい時に喧嘩したりとかね、えー、失敗もして学ぶんだと、小学生ぐらいはまあ別にいいっていうかね、そこで学ぶこともあるともちろん人を叩いたりすることは絶対ダメなことなんだけども、みたいなね。ダメなことなんだけども、やっぱりそういう 良くないことにしても、えー、そういう、ね、小さい間だったら子どもの間だったら、まあ、まだいいっていことですね。 まあそんなんとかも言ってましたね、えー。まあこれやりなさいって言われたわけじゃないですよ。えー、なん例えばっていう話でね、えー。で、学校とかにしても、学校はまあ教科書に書いてないってことを学ぶ場所なんだと,、えー、ということで、友達の作り方とかね、人との付き合い方とか恋愛とかね、まあ、だからまあ共学が条件だったんですけどね、まあ、条件というか推奨というかね、えー、男女っていうものがまあいて自然だからそういうものを学びに行きなさいみたいなね。まあ、何か得意を探す場所として見たらいいよみたいな点数は悪くてもまあ別にいいよみたいなね、えー。教科書に書いてるってことは大人になってからもしもその時 勉学足りなくてもあで勉強したら追いつけるよとかねまあ例えばあと掛け事ですよね自分でやってみなさいっていうかね家庭の将棋とかトランプとかね、えー、あったんですけどよく父がねこう将棋とかいろんなやってくれたんですよトランプとかねいろんなやってくれたんですけど、えー、最初は子供相手なんで負けてくれるんですよね。 で、えー、例えばちっちゃい時とかで、まあ、どこで学んだのか子供ってね、えー、例えばかけようみたいな、100円かけようとか200円かけてやろうみたいな、買った方がこうみたいなね、やって、えー、で、実際で500円かけたんですよね。で、100、最初は100円とかね、200円かな、かけて、で、最初は子供相手なんで負けてくれてたわけですよ、将棋とかでもね。えー、で、えー、気づかないわけですよ、子供やからね。 で、じゃあ、調子に乗っては、は簡単だ、正直ね、簡単だな、みたいな。お金、そっか、こうやってやったら、お金稼げるんだ、簡単なんだ、みたいなね、子供って思うわけですよ。で、僕自身そう思ったんですけどね、ちっちゃい時ね。で、思ったんですけど、すごい買っていい気になったわけですよ。で、なったところで、えー、ボンと貼るわけですね。えー、一番その時の、まあ、全財産、でも500円か1000円かちょっと忘れたんですけど、えー、かけたわけですよね。 で、かけたところで、えー、本気を出してね、えー、出されて全額お小遣い回収みたいな。もうね、すごい辛いですよ。だって、ね、もうその思いもしてないみたいな。えー、で、ハンデまでつけてもらってたからね。 で、それで勝つと思ってたら、これでお小遣いゲットと思ってたらね、そんな甘い話ないですよね。で、実際1日置かれたのか、実際1000円返されて、親やから返してくれるかなとかちょっと心のどこかで思ってるけど、本当に回収されちゃってね、一晩すっごい悲しかったんですよ。うーってね、どっかでもなんかお菓子買いたかったのに買えへんとか、うーってすごい苦しくって。で、翌日ね、返しに来てくれて、ギャンブルで負けるっていうのは、ギャンブルをするっていうのは、 こういうことなんだよ、ということで、ちゃんとよく覚えておきなさいってことでね。で、今回だけは返してあげるけども、ちゃんと大人になってからこういうことならへんようにとか、で、もしも、次からね、そういうことをしようって言ってきたら、ちゃんと全額ね、ちゃんと本気でね、<laughs> 勝負するよ、みたいなねい。そんなこと言われた。でもね、いまだに覚えてますね。だから、掛けごとって僕、今やらないんですよね。まあ、本当にたしなみ程度っていうか、遊ぶ程度ではね、海外のカジノ行ったりとかした時もあるんですけど、あーでも本当にねあの、自分のその限度額っていうか、本当にもう、 もうなくなってもいいというか、ね、遊ぶという遊びゲームと遊びとしてのゲームというかねゲーム性として楽しむ以外は、えー、やらないですね、えー、なんでまあどの掛け事と,とかもゲーム性として見る分には好きなんですよなんでもね とか、でしたね。とか、まあ、あとはその体験のところね、何でも体験させる、経験してみなさいっていうところでよく言ってくれたのは、最後の責任っていうのはね、親が取るから大丈夫っていうふうに背中も押してくれましたね。あのもしもお前が何かをしたときっていうのは、親が謝りに行くんやとかね、できることは全部するとかね。まあそういうふうに言ってくれたんで、いいことも悪いこともまあ自分でどう感じるかっていうのを経験しなさいっていうのをね、えー、言ってくれて、まあちょっと元気、勇気が出たというかね、えー、いろいろね、チャレンジできましたね。だから、最初起業したとって 自分で稼ぐっていいいうのはいいことだとだ何でもやってみなさいっていことでね、えー、失敗しても構わないからってことで背中を押してくれたりとかしたんでそこに対してはすごくねやっぱり助かりましたね、えー、でそれからちょっと話がそれで全国の息子を持つお母さんへってことなんですけど 今回は時間の関係で母のことには触れなかったんですけどね、えー。たまに全国のママさんから男の子の教育相談とかが来るんですよね。あの学長みたいに私は息子がいるんですけど、えー、学長みたいにみたいなね、なんかこうなるにはみたいな、どんな感じでしたらいいと思いますかみたいなとか、ちょっと相談とかがね、結構来るんで、この機会に答えておきたいんですけど、僕のね、母親は、えー、愛の人なんですよ。結構慈愛の人ですね。あの結構何でもね、受け入れるというか人を許すというかそういう人なんですけど、あの僕自身ね、子供、 教育のこと聞かれても子供はいないんでね、えー、答えれないとただ、えー、男なんでね男の子の気持ちは分かりますと いうことですね。男の子やってきてるんでね。男の気持ちはわかりますと。これから、その男の子ってね、やっぱりこれからどっかで育っていく中できっと間違いを犯したりとか、まあ要は失敗するときっていうのもきっとあると思うんですよ。あると思うんですけど、多分悩んでるから相談してくると思うんですよね。えー、こんなことやってしまったんですけど、うちの息子が、みたいな、そういう相談もあったんですよね。で、失敗するときってやっぱあるんですよ。間違いを犯すしね。でも、男の子ってね、絶対どっかでおかんごめんって思ってるんですよ。その時謝ってなくても。だから、何かしてしまって必死で、 で相手にね謝ろうかんとかもう泣いてるおかんとかねえお母さん見てねその時もう,もうせんとこうとか引き返そうとかも心の中でやっぱ思ってるんですよ本当にごめんってその時言えないけどねやっぱ母親に対してその恥ずかしさとか申し訳なさとかいろんな感情が入り混じって本当にねえすごいもう言ってはいけない言葉言ってしまったりとかそういうこととかもあるんですけどもうみんなね心の中で思ってますからあの今すぐ気づもしも今すぐね気づいてくれなかったとしてもやっぱり母親のそういう姿っていうのが残っててあのブレーキにも なるるし立ち直れるんですよだからあの本当に見捨てるってことさえしなかったら大丈夫ですと見捨ててしまうとあのなかなか見捨てる人っていないと思いますけど見捨てるって言ってられてしまうともう自暴自棄になるっていうかね男って余計ねだからあの見捨てることさえしなかったらもう大丈夫ですと今の,その悩んでる姿とか、えー、そういう姿っていうの自体がねもうそれが教育というか、あのー、息子さんね覚えてるんで。 まあ今すぐ、なかなかね、気づいてくれなくっても、そのうちね、気づいてくれると思いますってことで。で、子供からね、親が学ぶことっていうのは本当に多いっていうふうに、まあ、父も言ってましたね。僕自身も子供はいないんですけど、社員から学ばせてもらうってことは本当に多かったですね。例えば、多く構えすぎたらダメなんだなとかね、やっぱり最初失敗したりとか、なかなか伝えれなかったりとか、ちょうどいい距離感っていうのをこう学ぶのにすごく時間がかかってしまったりとかね。 とかえー、自分が分がかってないと人に教えれなかかったりとか、ねえー、教えることでやっぱり自分も教わるんだと、まあ、YouTube で配信してても思うんですけどねあの学長自身がやっぱり勉強になってるっていうね、えー、ことはやっぱりすごく感じますね、えー、ということで、えー、学長家の教育方針ということで聞かれたんで話をしてきたんですけどもちろんこれが完璧なわけじゃないですよあくまでうちの話ってことなんですけど参考になるところがあったんだったらねすごく嬉しいですってことで、えー、今日もありがとうございました